またのご指名ありがとうございます。それでは今日もよろしくお願いしますね。あ、ボトルが残ってますね。今ご用意しますので少しお待ちください。はい、どうぞ。いいんですか？ありがとうございます。では遠慮なくいただきますね。ごめんなさい、今日はちょっと喉が痛くて。うん、おいしい。少し気持ちよくなってきました。なんだか酔ってきたみたい。しゅうくん
のこともいろいろ相談してて。ゆうくんは、そうですね、彼氏っていうよりもっと大切なパートナーっていう感じかな。大切な人っていうか大切な馬だけどね。ええ、私の大切な愛馬シュート王のことですよ。驚きました。さっきからかわれたお返しです。そうです、そうです、お家の農園で馬も育ててるから、彼女馬のことにも詳しいんですよ。さっきお客さんの驚いたお顔が面白かったから。ごめんなさい、笑っちゃって。でも飲みすぎちゃったみたい。